はい、キャプテンヤスです。今日はですね、天気がいいです。日光高徳キャンプステーションの横の鬼怒川ですけども、今日お客様、初のですね、もうほぼ正式には初のアウトドアガイドということで、今親子で、うまいっすね。もうだってほっといても大丈夫じゃないっていう感じで、簡単なことを教えたら、あとはほぼここでは放置ですね。あんまり下の方に行くような救出に行きますけども、あとは SL が来てくれれば今日の仕事は終わりって感じですかね。まだ、はい、雨の後で水もきれいです。自分はこれに乗ってますけどね。はい、今度は親子で、パドルを漕いでもらってます。そのままどんどん上流行ってください。コツを言うと、流れに横を向けない。だから入るときが危険なので、入るときにこうゆっくり入っちゃうとひっくり返るので、なるべく横を向けてる時間を短くすると。なのでちょっと俺一回やりますので見ててください。そう、とにかく流れに平行にね保てばいいじゃん、いいじゃん。頭冷やさないとダメだよ、頭冷やさないと。自分じゃ、自分で。今日のハイライトですね。結構急流に、これでひっくり返ったらもうすぐレスキューに行かなきゃならないんですけども、行くかな、行くね。あー、けまあ大丈夫だな、余計なことしなければ。おお、余計なことしてるね。してるけどお父さんがリカバーして。はい。いいですね、親子で。サップデビューです。そう、カヌーがね、結構こうセンスがあるというか、バランスも取れてましたんで、結構あとは力でやってますね。余裕じゃないでしょうか。じゃあカヌー行く？追っかける？お父さん追っかける？先生カヌーで、これで俺と一緒に追っかける？行かない？なんでお父さん一人で行っちゃったよ。魚探してる？まあならそれでもいいや。まあ電車も来るかもしれないしな。あれはあれだね、背に突っ込む魂胆だね。さっきやってましたんで。すごいね、パワーあれだね、パワー系ですね。流れの強いとこガンガン行ってます、ね、
中央突破とか、ね、はい、最終的にこうなりますね。なんか柔らかいぞこれ。あれ同じやつじゃん。柔らかかった。おまた偽物だな。え、生きてんじゃん、生きてんじゃん、うん、え、ヤゴじゃん、ヤゴちょっと水の中入れて、水の中。わかった。水の中に入れるか。うん、動くじゃん、ほら、うん、ほら生きてる、これ生きてる、やべえ、おいおいおい、すごい生きてる、ヤゴ。なんかすごい、水中をさ、ジェット噴射で進んでない、うん、すごいな。生きてる、あっちにいたよ、あっち。うん、あと電車来てるけど、さっきのやつすごいよ。お、オニヤンマ、オニヤンマ違う？オニヤンマは危険だから違う。いや、オニヤンマいいんだよ。これ捕まえたよ。最強の。あ、ヤゴ見せて。やべえやつね。今日の生きてるヤゴ、あれだよ、見て、ほら、神様が作ったやつ、やべえやつ、ベストワンだけどな。よかった、見れて。